山本優子の脱力会議。皆さんこんばんは、山本優子です。佐々木千明です、こんばんは。さて、いよいよ始まりました脱力会議。この番組は柔道整復師で日本スポーツ協会アスレチックトレーナーである山本優子さんが研究を重ね確立した理論、脱力関節調律をフューチャーし、ラジオをお聴きの皆様に健康になっていただくのはもちろんのこと、脱力、力を抜いて健康以外のいろんなテーマについても我々2人のガールストークで明日からの活力にねしていただけたらいいかなというコンセプトのもとで始めようと思っている番組です。どうかラジオを聴きの皆さん、これからの30分本当にリラックス、まさに脱力して一緒に楽しんでいただけたらと思います。皆さん改めまして、山本優子です。こういった形でラジオで皆さんに私の理論、脱力関節調律をご説明させていただくのは初めてですが、脱力関節調律の素晴らしさをお伝えしていけたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは山本優子さんについて簡単にご紹介させていただきたいと思います。山本優子さんは大学で健康や医療について勉強された後、柔道整復師、日本スポーツ協会アスレチックトレーナーとして研究と経験を重ねられ、従来のマッサージ手法とは全く異なる各部位に脱力を促し、各関節の正しい動きを取り戻す山本優子オリジナルメソッドを開発されるとともに、脱力関節調律理論を確立されました。現在は一般の方はもちろん、プロゴルファーの方々への脱力関節調律に基づく山本優子オリジナルメソッドは、広くゴルフのスコアアップに大いに影響があると今注目されていらっしゃる若手女性施術師さんです。そしてこの脱力会議で番組アシスタントを務めさせていただいておりますのは、女優でタレントの佐々木千明と申します。現在は佐藤製薬さんのエンペシド L、リゾンさんの CM 出演など、ドラマや映画を中心に活動をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。千明さん、ご紹介ありがとうございます、はい、私は現在恵比寿で脱力関節調律を用いた治療とゴルフのパフォーマンスアップのお手伝い、ゴルフ関節調律をしております。ゴルファーや音楽家、ビジネスマンなど様々な方が脱力ができるようになることでパフォーマンスが上げられるのを見てきました。今後は野球の投球だったりだとか、トライアスロンのための楽に長く泳げる関節調律など様々な分野でも挑戦していきたいなと思っております。少し脱力ができるだけで心も体ももっと心地よく健康になります。そんな方を一人でも多く増やし、日本の健康寿命を延伸のお役に立ちたいと思って仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今回からですね、こんな2人で楽しく皆さんに少しでも健康になっていただきますとともに、日々の生活の中でね、脱力、力を抜くことの大切さみたいなものを感じ取っていただける番組作り目指していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初のコーナーは山本優子の力を抜いてリフレッシュのコーナー。このコーナーは、施術の専門家山本優子さんにお家で簡単にできる各部位の疲れを取る簡単なエクササイズをご紹介、そしてご指導いただくコーナーなんです。それではですね、まず今回は首編ということでですね、いろいろその原因や対策についてもお伺いしていきながらエクササイズご紹介いただきたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、今回は首にまつわるエクササイズについてお話をさせていただきます。首が凝りすぎて頭痛に悩まされている方や、うん、首が痛くて動かせないという方、うん、結構相談されることが多いです。なるほど、はい、ではなぜ首が凝ったり動かなくなってしまう、なってしまうのかっていうことをお話していきます。はい、はい、お願いします。理由は大きく2つ、はい、1つが力が入りすぎてしまっていること、うん、もう1つは関節を正しく動かせていないからです。そうなんですか。はい、これが大きな理由です。なるほど、はい、で力が入っている関節っていうのは、はい、関節の周りの筋肉が収縮して血流が悪くなってしまうんですね。はい、そうすると痛みとか不調が出たり疲れが溜まりやすくなってしまいます、はい、痛みや辛さから解放されるためにはまずは首の周りの無駄な緊張、力みから解放されることが大切になります。そういうことですね、はい、ではまずは首の脱力を一緒に練習してみましょう、
今ここでできるんですね、はい、簡単なんですね。簡単にどこでもできますので皆さんよく聞いておいてください。はい、まあ、動きはとっても簡単で、はい、首を右左と左右にゆらゆらと振り向くように回転させるだけです。はい、ただこの動きにポイントが2つありますので、はい、簡単にご説明させていただきます。はい、1つ目は呼吸を止めずに行うことです。あ、なるほど、はい、皆さんすぐついつい呼吸を止めてしまいますので。そうですね、今完全に止まってましたね。はい、はいはい、息を吐きながら脱力してリラックスしながらゆらゆらと動かしてください。ゆらゆら、はい、はい、で2つ目は骸骨になりきることです。骸骨ってどういうことですか？はい、どういうことかというと、はい、学校の理科室とか保健室に人体模型って ありましたよね。ありましたね、はい、骸骨なんですけど、はい、あれって力入ってなさそうですよね。確かにちょっとダランとしてるイメージですよね。そうです。まさにそのダランというイメージを持ちながらやっていただきたいんですね。はい、皆さんのお体にも、はい、人体模型と同じ骸骨にある骨が全て入ってますので、はい、ダラーンになりきって、はい、やっていただくのがポイントになります。ではここからじゃあ骸骨になりきるポイントっていうのをお伝えしていきたいと思います。はい、ご自身のお体の中をちょっとイメージしてみていただきたいんですけれども、はいはいはい、首っていうのは背骨の一部でして。ん、そうなんですか？そうなんですよ。それ意外と知らない方いらっしゃるんですけれども、ね、知らなかったです私は。はい、首の一部でして、はい、7個の背骨、椎骨って言われる骨で構成されています。はい、椎骨ですか？はい、背骨ってこの椎骨っていうのがこう積み重なって背骨になってるんですけども。そうなんですね。はい、その上の7個が首の部分になります。はい、そうなんですか、知らなかったです。そうなんですね。はい、はい、それでは千秋さんに一つ質問です。あ、何でしょう、はい、ちょっと緊張するな。首の一番上、背骨の一番上の骨ってどのあたりにあると思いますか？はい、背骨の一番上、なんかこの首の付け根のイメージですけどね、私的には。はい、はい、そうおっしゃられる方が非常に多いんですが、はいはい、それよりもっと上で鼻の真後ろになります。そうなんですね。こんな頭の後ろが背骨の一番上なんですか？そうなんです。知りませんでした。ありがとうございます。位置で言うと耳の穴のすぐ奥、鼻の真後ろで耳の穴のすぐ奥が背骨の一番上、頸椎の一番上になります。そこが一番で、はい、そこから7個までが首になるんですけれども、はい、7番目の骨ってじゃあどこかっていうと、さっきのこの鼻の真後ろから少しずつ下に伝うように指を下ろしていただくと、ポコッとしている骨が、あ、そうですね、先ほど首の上かなって思ってたあたりだと思います。はい、そこが7番になります。ちょうどこの肩のちょっと上くらいにポコッとね出てると思うんですけど、はい、まさに。そうなんですね。はい、これが7番目。はい、7番目です。なので鼻の真後ろからポコッっていうところまで7個骨があるので、その骨がバラバラに骸骨のように動くようにゆらゆら、うん、なるほど、意識しながらこうゆらゆらーっと脱力させるわけですね。その通りです。なかなかこう力を抜くって意外とこう難しいなってやってみると思いますよね。そうなんです。無意識に力入ってしまってご自身の体を苦しく辛くさせてしまっている方がとっても多いんですね。なるほど。で今やったエクササイズだけでも、はい、頭痛が改善されたりだとか、凝りが緩和される方も多いですので、首が辛い方や頭痛のお持ちの方はぜひこちらの方法で脱力を普段からされてみてください。なるほど。もうね、骨の構造からもうやり方とか心構えとかいろんなことをね教えていただいてすごく勉強になったんですけども、今回おさらいということで、はいはい、まずは、ポイント1としてはリラックスをして、まあ、息を止めずにするというところですよね。なかなかねこう力がね力んじゃったりとかすると思うんですけど、まずはこう息を吐きながら止めずに行うというところが大事ですよね。はい、で2番目には、骨の構造を知るということなんですけど、骸骨ですね、イメージとしては骸骨をこうイメージしながら、あ、ダランとしてるなっていう感じでやっていただけると
結構この緩和とかもしやすくなるということなんですよね。はい、そうですね。すごく私自身がこんな風に今実際にやらせていただいたんですけれども、やっぱりこうやってみないとわからないことってあるなっていう風に今すごく感じました。なかなかねリラックスって難しいんですけど、はい、ぜひ皆さんもこの方法でやっていただけたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもこの番組が終わったら一度試してみてください。基本脱力、力を抜いて実践をお忘れなく。以上、力を抜いてリフレッシュのコーナーでした。改めまして、現在放送中の脱力会議担当は山本優子と佐々木千明です。続いてのコーナーは千鳥足のお供に。このコーナーはリスナーの方にこの番組を聞きながらいろんな点でね力を抜いてもらおうというコンセプトを生かしまして、はい、はい、そして私佐々木千明はもちろんなんですが、山本優子さんもお酒がとても好きということなので、はい、こうプライベートでお互いのよく行くお店をね、勝手な、まあ、お店の勝手な紹介を勝手な紹介を、はい、独断と偏見でリポートしてしまおうというコーナーでございます。はい、はい、実はですね、この収録の直前ですよね、まさに懇親も兼ねて、はい、我々2人で山本さんのおすすめのお店に行ってまいりました。はい、まあ、それはどちらのお店かと申しますと、東京都世田谷区下馬にあるお好み焼き鉄板焼きのお店べしゃりさんです。ねえ、美味しかったですね。本当に美味しかったですよ ね、 ね、実際その山本さんにね、ご紹介をいただいたんですけど、はい、お店したきっかけとかってなんかあるんですか。はい、はい、もう美味しいものが大好きなお客さんからのご紹介で行ってからは、うん、まあ、よく、うーん、よく、よく結構な常連な感じでしたよ、はい、ね、すごくこうふわっとした雰囲気というか、私は初めてねもちろん行ったんですけど、はい、うんうん、いや、なんかあったかいなってちょっと入った瞬間にね思っちゃったんですけどね、うん、スタッフさんがあったかいですよね。あったかいんですよ。なんか家族とまでは言わないですけど、地元のお友達が迎え入れてくれたような、うん、そんな感覚がすごくあって、はい、はい、居心地良かったですね。うん、まあ、いっぱい喋っちゃいましたもんね、あの日。そうですね、はい、なんか結構実際に、うん、まあ、ゆうこさんの方から結構こういうイメージで来ていただけるといいかもみたいな、すごく面白い情報をいただいたんですよね。はい、はい、はい、なんかこだわり、こだわり、オーナーさんのこだわりがとにかく、うんうん、素晴らしくて、そう、まあ、お料理から何から何までこだわりが、うんうんうん、そうなんです。でね、実際こうね、お店って、まあ、皆さんこだわってらっしゃるっていうイメージでもちろん行くじゃないですか、うんうん、まあ、もちろん私もそう思ってたんですけど、はい、まあ、どのお店ももちろんこだわってはいるんですけど、実際にねこうメニューをこう、ね、開いてみましたら、はい、メニューって大体こう自分の好きなものをこれこれこれって普通は選ぶのが多いじゃないですか。結構なんかそのコメントまで読んじゃいますよね私こだわりのコメントが入ってますからね。そうなんですよね、はい、なかなか本屋さんとかでもね、はい、こうなんていうんですか、ポップみたいなの飾ってると読んじゃうタイプなんです、うんうん、はい、私。なるほど、はい、なのですごい読んじゃったんですけど、うん、ゆうこさん的にこのべしゃりさんのおすすめメニューとかって、はい、ゆうこさん的には何でしたか。はい、いっぱいあるんですけど、はい、まあ、まず絶対外せないのが、うんうんうん、トマトのマリネサラダで、うん、美味しかったですよね。美味しかったんですよ。このトマトもこだわりが詰まってて、うん、もうトマトを自家製の塩からお塩から作ってるドレッシングに2日間漬け込んで、お出ししていただいてるみたいで、うん、もうトマトの旨味と甘みが凝縮されてて、はい、これ頼まずにはいられないですね。そうですね、はい、ゆうこさんからこれ絶対おすすめですって教えてもらいまして、トマトってね、うん、トマトサラダとかもあるじゃないですか。全然違いました、うん、本当に1個2人で分けたんですけど2個頼めばよかったって、うん、頼めるか
思っちゃったんですよ私すごく、うん、本当に美味しかったですよね。そう、はい、オーナーさんがトマトが苦手な方でも注文されるっておっしゃってました。あ、そうなんですか。はい、オーナーさんに聞きに行ったんですかもしかして、はい、ちょっと聞いちゃいましたちゃんともうまたさらにリサーチされたんですねはい、そうなんだ。今日聞いてくださってますかね。きっと聞いてくれてると思います。ありがとうございます、はい、また行きますよろしくお願いします。はい、あとですね、うん、あの私結構気になったのが揚げ物でアボカドが入ってる揚げ物って結構珍しくないですか。私もあそこで初めて食べました、ね、すごい不思議な食感でも本当に美味しくて、これもまた私ちょっと癖になりそうな感じだったんですけれども、うん、あとなんかゆうこさん的にありますおすすめですか。でもこれもちょっとトマトと一緒で外せないメニューなんですけど、はい、でもこれ裏メニューなんですけど、え、知りたいですよね。知りたいですよ ねあの土鍋で炊いたかしわ飯、はい、あの鶏肉とかごぼうとかがたくさん入ってるあのご飯なんですけど、うん、あのお出汁で炊いてるご飯で、はい、あのオーナーさんもともと水炊きのお店で修行されてたみたい で、もうそのお出汁の効いたスープをあのもう長年長年作られてるので、はい、そのお出汁で炊いてる土鍋ご飯がめちゃくちゃ美味しいです。これね美味しかったですよ。お腹いっぱいなのにいっちゃうみたいな、食べれちゃいました、はい、なんかあのあれですよね、私たちが食べた時は鶏肉かしわっていうんですかね、はい、とあとごぼうがこう千切りにされていて、で味がすごくなんて言ったらいいんでしょう、すごくシンプルなんだけど、シンプルなんですけどこれ癖になりますよね。うん、でなんか、まあ、ゆうこさんのおすすめの食べ方があってそうなんですよ、はい、もうこれを楽しみに行ってるとは言っても過言ではないんですけれどもはい、あのすごくたくさん出してくださるんですが、余った分をおにぎりにして、うん、帰りにこうお土産として持って帰れるんですね、うん、あのあったかいご飯とはちょっと違ったおにぎりになった状態を次の日の朝に食べるっていうのがもう至福ですね、うん、これね、あの教えていただいてすごく良かったなと思いましたあの私も実際におにぎり作っていただいて次の日食べたんですけど、また食べたいって思っちゃいましたよね。もう本当にね、こう2時間か3時間くらいだったんですけど、うん、ご飯食べながらね、いろんなこう自己紹介も兼ねていろんなお話ができたので、はい、またぜひね、あのべしゃりさん行かせていただきたいなと思います、はい、ではべしゃりさんなんですが、気になる方はぜひ行ってみてください。東京都世田谷区下馬 1-27-6、アクセスは東急田園都市線の三軒茶屋駅より徒歩15分で、東急東横線ですと学芸大学駅より徒歩18分です。で渋谷駅の東口からバス、東急バス乗り場で渋谷の31、32、34系統に乗っていただきまして、下馬1丁目停留所より徒歩2分となっております。電話番号は 03-6804-0717、 営業時間は17時から24時で年中無休となっております。はい、ぜひですね、皆さんもぜひ一度行かれてみてはいかがでしょうかおすすめしちゃいます。以上、千鳥足のお供のコーナーでした。今月のイヤスコ、さて続いてのコーナーは今月のイヤスコです。このイヤスコとはですね、癒す子供ではなくてですね、私の故郷宮城県では食いしん坊のことを癒す子と言うんですよ。へえ、なのでつまりこのコーナー、まあ、我がふるさと宮城県のおすすめの名産県産品などについてご紹介させていただくコーナーです。で記念すべき第1回は宮城県大崎市岩出山大久保製菓さんのかりんとうについてリポートいたします。はい、本日ですねかりんとうの方をお持ちしました。いやー、はい、見たことのない形ですね。本当ですか。はい、かりんとうと言ったらこれなんですけれども、いやー、うん、実際あの、はい、よかったら召し上がってください。いいんですか。はい、ちょっとすいません、一口失礼します。どうぞどうぞどうぞ。すごくね、いただきます。サクサクっとするんじゃないかなと思いますよ。うん、どうですか、うん、
めっちゃサクサクですね。そうなんです。この形に特徴があるんですかね。そうかもしれません、うん、あと中に入ってるのがあの米粉が入ってるので結構舌触りよく歯触りよくいけるのかなと思うんですけど、うん、これね小さい頃から私の中ではソウルフードと呼ばれているものでございましてですね、まあ、おやつに必ずといってこう出てくるあのかりんとうというかりんとうなんですね。であの宮城というか私のうちだけかもしれないです、もしかしたら。あの一斗缶ってわかります？あの、うん、あの大きい、あの一斗缶があるんですけど、一斗缶で販売してるんですよこれ、はい、今日は袋でお持ちしたんですけれども、あの一斗缶で販売していてコンビニとかでも、コンビニで一斗缶が、はい、一斗缶が置いてあるんです、レジ横とかに。レジ横に、はい、おすすめ商品として、はい、そうなんです。なのであの我が家では常に一斗缶が置いてありまして、あの1種類だけじゃなくてあのミックスの2種類とかっていうのもありまして、だいたい2キロか3キロぐらいのかりんとうが常にお家にありましてね、はい、あのダイエットとか気にせずもうとにかく食べたい時に食べるっていう感じでしたね。はい。で大崎市のホームページによりますと、まあ、イースト菌、まあ、使用せずに小麦粉の他に自家米の粉を入れて、より食感を追求した岩手山のかりんとうです。で一斗缶をそのままお土産に皆さんいかがでしょうか？はい。であの今日お持ちしたのが黒衣という黒糖がたくさんたっぷり、うん、あのまぶされているしっとりした食感のものと、はい、あとごま入り、この2種類が、まあ、あのメジャーというかおすすめかなと思いまして、ごま入りの方は結構甘さが控えめで香ばしい感じなので、うん、もし機会があったらゆうこさんも試してみてください。はい、食べてみたいです。はい。で、ご購入の方もしお考えいただける方いらっしゃいましたら、私別にあの販売員とかじゃないんですけどもあのあら伊達な道の駅という道の駅と、あとメルカド色彩館ほか、あと岩手山地域の各店で購入できますとアップされていました。はい。であと関東圏で、はい、もし気になる方とかいらっしゃいましたら、池袋の東口にですね、うん、はい、宮城ふるさとプラザという、うん、あのお店がございまして、宮城の県産品たくさん品揃えたくさん置いて並んでおりますので、そこに、黒衣とごま入りですかね、この2つは置いてありましたので、うん、ぜひ気になる方は行ってみてはいかがでしょうか。はい、行きます。はい、本当ですか？そうなんです。なので、まあ、今後もねこういう形で皆さんに宮城県のおすすめのね お食事とか料理とかお菓子とかおすすめしていけたらいいかなと思っております。以上、今月のいやすこのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。今回から始まりました山本優子の脱力会議、いかがだったでしょうか。来月からは月2回の放送で、毎月第2第4火曜日夕方18時からお送りいたします。月2回ということで、さらにいろんなコーナーとかできればゲストさんもねお迎えして、はい、内容盛りだくさんでお送りしたいと思っておりますので、皆さん楽しみにお待ちください。ゆうこさん、今回どうでしたか？1回目。いや、初めてのラジオでとっても緊張しました。本当ですか？はい、なんか緊張してる風に見えなかったですよ。はい、これからもね、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。またこの番組ではですね、お聞きの皆様のご感想、ご意見お待ちいたしておりますので、どうかこちらのアドレスまでお便りお願いいたします。info@plus-vox.com info@plus-vox.com でお願いいたします。で、山本優子の脱力会議までお待ちしております。それではまた来月お耳にかかりましょう。皆様のお相手は山本優子と佐々木千秋でした。ではまたお耳にかかりましょう。